妹のためか。さっきのやつは落とされたみたいだし、とりあえず下に向かってみて。わかった。もしかしてアリア、さっきの姉貴に感化されちゃった？バカ、そんなんじゃないだよね。よかった。余計なのが出てきたけど、あのエレベーター使えそうね。どう？ターゲットは？あ、いや、地下に来ちゃったみたい。アヤの機械音痴っぷりがすごいわ。ちゃんと押したはずなんだけど。あ、女の死体。死体？ナースじゃないの？いや、黒い服を着た。白い髪の。ちょっとレイ、今笑うとこ？何のヘマしたんだろうね。その様子すっごい見たいんだけど。レイは女の死体にでも興味があるの？超ある。変態。この斬撃、いや、まさか誰かがこの先にいるの？
あれは父さん。椿。父さん、一体どうして。椿、どこに行ったんだい。そうだ、あの忌々しい女が俺の妻を。母さんも。いや、お前だったかな。お前だよな、俺の妻を殺したのは。やっとだ、これで椿の仇よ。一体何が。よくも椿を無残に殺してくれたな。許さず。もうなっか。殺す殺す殺す。父さん。エヴァ、エヴァ、あの毒婦が。前だけは絶対に許さない。椿を殺したお前だけは血の果てまで追いかけてやる。母さん。そこ。父さん、どうして。体が熱い。アヤなのか。ああ、クソ、なんてことだ。父さん、ずっとどこに行ったのかと。本当にすまない。父さん。来るな。またいつ意味地が暴走するかわからない。アヤ、勝手だが聞いてくれないか。俺はずっと椿を殺した奴を追い続けてきた。そしてついに見つけたんだ。
椿を殺したのは同じイミチ族のエヴァという女だった。その女は椿の心臓から力を得て咲を操っている。咲を？どうやら咲はイミチ族の心臓を使った儀式で椿を生き返らせようとしているらしい。その心臓を得るため咲は俺と綾に刃を向けるつもりだ。なるほどね。綾、お前が咲を、妹を止めてくれないか。私が咲を、私を殺そうとしてる奴を殺さずに止めろって言うの？今まで黙っていたことを許してほしい。実はお前と咲は血のつながった姉妹なんだ。なんで今さらそんなこと。イミチ族の姉妹には戦う術を身につけさせて試合をし、生き残った方を後継ぎにする習わしがある。だが俺と椿は二人を守るために血のつながりがない姉妹として偽ったのだ。そんなことが。人は死んだら生き返らない。死者が生き返れば人を喰らう化け物になるだけだ。俺は椿のそんな姿を見たくはない。急にいろんな話を聞いても納得できないし、咲を殺さずに止めるなんて約束もできないけど、私が咲のところに向かう。父さんはやらなきゃいけないことがあるんでしょ。すまない、うん、父さん。早く行け、アヤ。いつもお前たちのことを思っている。